おはようございます。今回はですね、岩波洋蔵さんが書かれたオーネットコールマンの推移とコールマン評価の編成という記事を紹介したいと思います。これなかなか面白かったです。先ほどチラリと読んだんですけどね。あの1960年代のスイングジャーナル市場ではどう評価されていたのかとか、あとニューヨークで演奏家サイドからはどう評価されたのかとかね。 あとはあのウエクサ草甚一さんはゴールデンサークルをどう評価したのかとか70年代のオーネットはどうだったのかとかあとは、まあ、晩年来日してアメリカの空オーケストラと演奏しましたがそれの評価というふうに大きく分かれてあの項目があっていろいろ書かれているんですけどもこれはですね、えー、ジャズ批評の No.98 ですね1999年に発売された「 ジャズ批評に掲載された文章なんですけれども、まあ、なかなかねオーネット・コールマンも時代時代によってあの共演者変えたりとかあのアンサンブルのスタイル変えたりとかもしていてそれで、まあ、デビューした時はかなりの衝撃として結構賛否両論が渦巻いた存在ですよね彼はね。でそれをですねかなりコンパクトにその評価岩波さんの評価も交えてですね書かれているのでなかなか 面白いい記事だなと思いましたでちょっと読んでみますとまず1960年の「スイングジャーナル」史上ではですね岩波さんがオーネット・コールマンのレコード初めて聞いた時の衝撃はビバップ初めて耳にした時とは問題にならないほど大きかったそうですね。でアトランティックの「ジャズ来たるべきもの」が一番ショッキングだったそうです中でも。で えー、バップをさらにディフォルメした奇妙なイントネーションとうね,うねりで大敗的で無機的なものを感じコールマンとドンチェリーのコンビはチャーリー・パーカーとジジー・カレスピーのよみがえりのようでいてサウンドにはビバップのように大地に根を下ろした安定感はなく無道空間を道のない空間をただ漂うような不安定な音の塊を感じさせたそうです。 でそれでいてどこかアルバムのタイトル通り未来のジャズの姿を予言するような不思議な響きがありロンリー・ウーマンのアブストラクトな不気味さはいつまでも耳に残ったそうですねで当時シング・ジャーナルの編集長だった僕は、まあ、岩波さん当時あのシング・ジャーナルの編集長だったんですねでこの怪物のようなジャズを紙面で取り上げなくてはと思ったがその頃の評論家たちもまだオーネットに対しては半信半疑のところもありオーネットについて書いてくれそうな人が見つからず で60年4月号の「スイングジャーナル」誌に載ったオーネットに関する最初の原稿を見開き2ページは僕が無記名で書いたのだったと <laughs> だそうですね最初に日本での,あの雑誌に掲載されたオーネットの記事は岩波さんが署名なしで書いたものだったみたいですねでそれがチェンジ・オブ・センチュリーの発売直後のことだったそうですねでやがて日本版も日本ビクターから発売されることになり当時のモダンジャズ 名盤、収集会の評論家では、前衛好きの植草仁一を筆頭に、野口久光優勝一の隠しもこぞって支持を表明したので、これからオーネットをジャズの革新者としてフィーチャーしていこうと考えていた僕は、ホットム胸をなで下ろしたのを覚えていると。で、そのうちやはり、前衛好きの清水敏彦も支持する文章を発表したと。 で、面白いのはバップ革命のパーカーがカンザスの出身、オーネットはテキサス出身とともに田舎者のニューヨークの暴れっこといった感があり、田舎者だけにワイルドでガッツがあり、共に型にはまらない奔放さがあったと。で、日本ではベテランの評論家が支持したが、アメリカではアルバムデビューしたオーネットジョン・ルイス、パーシー・ヒース、ガンサー・アシュラーというベテランの音楽家が支持し、彼は順調な歩みを見せ、瞬く間にジャズ界に知られる存在となったと。で 次のコミ出しがですね「オーネットは四大変革者の一人か」というコミ出しですねで最近日本でも出た「オーネット・コールマンジャズを変えた男ジョン・リトワイダー著 のあのファラオ企画から出てるやつですけどねこの赤い背拍子の本私もこれ読みましたよ結構時間かかりましたけど発売されたらすぐ買って読みましたで、えー、細かい内容は私も覚えてないんですけどもどうもこの本に対してはちょっと懐疑的なところがあるみたいですよ岩波さんはでこの本には、えー、デビュー当時のことに詳しく触れられていて興味深いがオーネットに対しては買いかぶりすぎていると。 バディ・ボールデン、ルイ・アムストロング、チャーリー・パーカーとともにジャズの歴史を大きく変えた4人の1人としているがこれはこれではジャズ評論家としての見識を疑わざるを得ないと岩波さんは疑問を呈してますね。バディ・ボールデンとルイ・アムストロング、チャーリー・パーカー、オーネット・コールマンがジャズの4大変革者あのね、デューク・エリントンとかじゃないんだね <laughs> でまあこの著者ね、オーネット・コールマンジャズを変えた男を書いた あのジョン・リトワイラーさんはそういうふうにあの本では唱えていて私も読んだはずなのにすっかり抜けていました「そんなこと書いてあったっけ?」って今頭のようにハテナが浮かんでますけれどももう忘れっぽいですねででまあ岩波さんはその著者の見識を疑わざるを得ないと書いていますし,しかしオーネットの音楽が全英ジャズの本格的なスターターとなりジャズの革新に突破口を開いたことは確かなただ当時のミュージシャンの反応は様々でありアメリカでの反応は あオーネットジャズあのアメリカでの反応はそのオーネットジャズを変えた男というあの本に詳しいと書かれてますねで演奏家サイドかの評価っていう込み出しの続きを読みますとオーネットがニューヨークの5スポットに59年11月から60年1月末に長期出演すると大きな反響を呼んだと。でロイエルドリッジは 私はコールマンを聴くとき、いろいろな方法を試してみた。ハイな気分で聴いてみたり、大真面目に聴いてみたりした。一緒にトランペットを吹いてみたりもした。あの男は子供がじゃれてる感じだね、とドイエル・ドリッチは言ってます。あとマイルスは、あいつが書く曲や演奏する音楽をよく聴いてみるよ。もし精神鑑定をしたら、あの男は重症のノイローゼだという結果が出るはずだとマイルスは言ってます。<laughs> こういった非難の声は、バップが登場したときと似ている。革新者はよくこういう批判を浴びせるものなのだと。 あ浴びせるじゃない浴びるものなのだですよね <laughs> でこういう非難を浴びてましたとでしかしオーネットはチェンジオブセンチュリージスイザワ・ミュージックなど問題作を次々に発表し批判の声も封じ込めてしまったところが現代音楽の作曲家でフレンチホルン奏者でジャズも演奏するガンサー・シュラーの作品を演奏した <music> ジャズ・アブストラクションとフレディ・ハバード、エリック・ドルフィー、ドンチェリーらと共演したダブルカルテットによるフリージャズ まあ、いずれもアトランティックはまたまた物議を醸すことになった僕はフリージャズは観念的でアイディアや理屈の面白さに頼っているだけで音楽的成果は上がっておらず話題倒れである話題倒れであると批評する原稿を書いた記憶があると岩波さんはあまり 買っってなかたたみたいですねフリージャスのことはねでこのセッションではエリック・ドルフィーの才能の方が目立ったフリージャズというかっこいいタイトルに騙されてはならないのであると書いてますね。でリトワイラー町のオーネット・コールマンにはオーネットと現代音楽のガンサー・シュラとの興味深い出会いが描かれていると。でオーネットはテキサス州 のブルースバンドの出身でありガンサーが彼に教えた正しい読み方や書き方とオーネットが過去に学んできたことは全て逆さまで間違っていたのだが <laughs>、えー、シュラーはオーネットが独創的なインプロバイザーになれたのは正規の音楽教育を受けていなかったからだというこれはシュラーが皮肉で言っているのではなく心がそう思っているのであるとでシュラーはオーネットが今日まで現代音楽に貴重な貢献をしてこれたのは彼が従来の音楽に毒されていなかったからだと言い切っているとで だからある意味でオーネットの演奏は初期にあたるアトランティックの時代が一番斬新で奇妙でデフォルメされたまともでない面白さがあるまともでないも確かにね。でこの、えー、彼の指摘は正しいあこの彼の,あの場合は正しい音楽的教育を身につけまともになっていくと,とともに彼によってはそれが危機になっていくのであると。 さんんは結んでますねで次はオーネット・オンテナーについて言及してますね。でオーネットの移植作にオーネット・オンテナー、まあ、アトランティックが出ているのが あってこれは異色的であるばかりか彼にとって重要な作品だというテキサスといえば石油に牧場に観光やじのイメージであるがジャズでは合法なテキサステナーが名物であるとテキサス出身のオネットが一度はテナーアルバムを作りたいと思ったとしても不思議ではなかろうとこれは61年の録音でオネットのテナーはねで実はアトランティックへの最後の録音となった 最後,最後っぺと言ってはなんだが最後だからやりたいことをやっておしまいにしようという気持ちになったとしてもおかしくはないとでオーネットはさすがテキサス男だけあって堂々たるテナープレイとなっているとで翌62年はオーネットの仕事の少なかった年にあたるが12月21日にタウンホールで自主コンサートを開き自分のトリオストリングカルテット R&B のミュージシャンだった 1> が、かっこ1曲のみ。だったが、その一部が ESP から発売されて評判になったと。で発売されたのは66年でしかもアメリカではゴールデンサークルの1枚目と2枚目の間に発売されていたのであると。で、日本では、ロコンビばかり重視する傾向があるが、社会性商品という観点からは、ロコンビよりも発売日の方が重要な場合もあるのだと。で、この後オーネットは63年、64年の2年間ほど休眠すると。リトワイラーは、 ジャズの人気は60年に頂点に達した後、ジャズ界が迎えた長い経済的な衰退期と重なり合うと書いているまたオーネットの「成功するためになりふり構わない姿勢は嫌で本当にゾッとする」という言葉も引用している個人的にはオーネットは64年に夫人のジェーンと離別しているとしかしこの間にジャズ界は大きく動きオーネットの後に続く人たちによって前衛ジャズが結果64年のジャズの10月革命が起こったと そしてこのお膳立てができたところでオーネットは65年1月のビレッジバンガードへの出演を皮切りに内外で本格的にプレーし11月にゴールデンサークルで演奏されたものがブルーノートでレコード化されたと。でク草氏のゴールデンサークル論という込み出しがありまして「でスイングジャーナル」の67年4月号に植草人一はタウンホールコンサートのレコードで5つ星を与え興味深いコメントを述べていると。 ゴールデンサークル版を聞いた時オーネットのソロは音色に艶が出てきて素晴らしくなり何よりも人間的な成長を感じさせたが以前のような凶暴さがなくなったことは誰もが感じた通りであるという鋭い指摘を行っているとでその理由としてピッチの上げ下げが以前よりもオーソドックスになってきたから凶暴性が感じられなくなったとも言っているとでさらにこれは逆に言うとメロドリーズミ メロドリズミックな生き方による純粋でオリジナルな即興演奏がピッチの変化によって充実してきたからだとも書いているとこれは興味深い指摘でゴールデンサークルや同じ65年のクロイドンコンサートの演奏はシンプルで滑らかでビューティフルだが逆に凶暴性を失っている。 それは既成の音楽に照らし合わせた場合確かに正しいプレイにはなったが旧来の音楽に飼いならされたとも言えるとオーネットは頂点に立ったが同時に危機をはらんでいたとこの後しばらく好調が続き67年にはコルトレーンの葬儀でアイダーと一緒にアルバタアと一緒に演奏したりしたとでオーネットは67年の10月に初来日したとでデビッド・アイゼンソン、まあ、ベースのね のほか、チャーリー・ヘイデンベースエド・ブラックウェルドラムスも同時に来日したがチャーリーとエドはトラブルに巻き込まれて演奏しなかったので来日公演の印象が薄いと結ばれてますねで次がこう70年代であとは晩年のアメリカの空になるんですがちょっと一旦ここで休止しますねとりあえずシーンに登場しざっくり言うとねでまあいろいろ問題作を出しで休眠期間に入り でその間あの離婚したりとかしてで今度ジャズの10月革命が起きそれでまたシーンに復帰したとそれであのゴールデンサークルや、ね、あとクロイドンコンサートっていうあの名盤が出ているんですけれども、まあ、それを聞いた植草純一さんはああのまあ、かつてのね凶暴さが,が失われてきたという評論をしたという内容ですね。でつまりり以前よりもあの 上手くななってきてきいるという感じなのかなでそれはあの岩波さん的には、まあ、音楽に飼いならされた結果とで音楽的には正しくなってきたかもしれないけれどもそれは同時に危機をはらんでいたというのがあの岩波さんの分析ですね、まあ、何かと問題作を発表し続けていたオーネットですが、まあ、当時は、まあ、あのすごいあれだったんでしょうね反響だったんでしょうね日本のジャズジャーナリズムでも 岩波さんがねこう「スイングジャーナル」で大々的に取り上げたいと思っていたんだけれども周囲の反応はあのまだど,どっちなのかっていう評価が定まっていない時代があったっていうのはなかなか興味深いかったですよねだから <laughs> 岩波さんが最初に紹介したっていうのも知りませんでした「そうだったんですね」で今聞くとオーネットの音楽めちゃくちゃまっとうに聞こえるんですけどもねまあそういう時代もあったんだなっていうのこういう。 あの記録からでしか分かりませんよね、でさらにマイルスも、ね、評価してない、これは今、有名な話ですけども、ね、エリック・ドルフィのことも評価してませんでしたからねあ、今度あったら足踏んづけてやるなんて言ってたみたいですからね、ドルフィのことはね、でオーネットの場合は、精神病患者、精神重症だと出るだろうなんて言って。うん 精神鑑定をしたらあの男は重症のノイローゼだという結果が得られるはずだなんてマイルスも言っているようにですねまあ業界の中でもね同業者からも評価する人もいたし評価しない人もいたというなかなか人騒がせな存在だったことは確かですよねだけどまあすごくかっこいい音楽面白い音楽を奏でる一人であることには変わりないと思いますので、まあ、次回はその続きを紹介していきたいと思います。 ということで、えー次、次の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。